皆さんこんにちは、いつものようにですね、バーバラアスカと青山智樹の、飛行機部なんですけれども、今日はなんと屋外で収録してみるという、荒技に出てみました。なんか一度ね、外で収録っていうのをやってみたかったんですけれども、なんかなかなかいい感じでいいですね。まあ公演とかってビデオ回してはいけませんっていう法律もないんで、はい、あれ入ってます？入ってます？ああ、はい、大丈夫です。で、たまたまこの公演防災拠点の。はい、一点で、はい、ちょっとカメラさん、ちょっと向こうの方を 見ると、はい、分かるんですか、そこに防災倉庫、カメラは吹きませんよ、はい、防災倉庫と、はい、防災用の水利と、はい、実はヘリポートがここにございます。あ、防災関係のためにあるんですね。ええ、はい、なるほどなるほど。普通ちょっとね、そちらからは見えないかと思うんですけど、向こうからずっとこう、はい、広場で実はヘリポートであるという、はい、あー、なるほどね。まあそういうわけで、ちょっとね、今日は屋外でね、はい、まだバカな話をね、しようと思うんですけど、いや、テーマ自体は、また、コンコルドはなぜ消えたのかの4回目なんですけれども、はい、また、前回のね、脱線しまくりの収録が大変好評でしたんで、本日もね、まあコンコルドの話もしますけど、まあね、話の流れに従ってちょっとね、はい、雑談などを交えてやっていければと思います。はい、雑談にコンコルドを交えていきます。はい、ですね、ではまずですね、ちょっと青山さん、ちょっとやっぱミキサー持っててください。膝にでも置いて置けません。はい、ではですね、落としても困るな。大丈夫ですか？まあこんなもんだろうと思いますが。大丈夫大丈夫。じゃあちょっと、なんかちょっと台を考えます。なんかミキサーが滑り落ちそうなので、両手がちょっと使えます。さすがに屋外ですよ、機材がえらい騒ぎになっておりますんで、うん、はい、ちっちゃいねミキサーを使って今お送りしているんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はい、さ続きなんですけれども、前回は、どこまで行ったんだっけ、第二次世界大戦が終わったんですかね。終わったんでしたっけ。まあ終わって、はい、結局第二次世界大戦にな、はい、の戦訓をもってしても、うんうん、ともかく飛行機はやはり2つの距離、二転換を、うんうん、まあ、最速で結ぶ道具であったという結果になってきます。なるほど。それがまあでも第二次世界大戦では飛行機の性能が爆発的に向上したっていうことですけれども、はい、具体的にはどのような、ね、なんていうんですか、向上の仕方をしたんですかね。まあ、ですから第二次世界大戦の一番最初の頃というのは、まあ、足が引き込み式ではない、はい、で速度的に言うと、はい、まあ、400キロとか500キロぐらいだったものが、はい、まあ、戦争が終わる頃になるともうドイツでは、はい、もうジェット戦闘機が出てくるとそういうようなものすごい変化をした時代だったというふうに言うことができます。それはものすごい変化なんですか。すいません、私そっちのテクノロジー系は全然詳しくないんですけれども、ジェット戦闘機といわゆるプロペラ機、いやレシプロ機、あ、はい、要するにジェット戦闘機とそうでない戦闘機っていうのはものすごい技術的隔たりってあるんですか。まあありますね。はい、そうですね。 ですからこれもっと数字で言うと分かりやすいかと思うんですけれど、はい、第二次大戦が始まった頃一番速い飛行機っていうのは、はい、まあ400キロから500キロぐらい、はい、それはジェット戦闘機になると900キロぐらい出るわけですよ。なるほど。でそれぐらいの速度差がガーッと、はい、ガーッとわずか5年間、はい、5年とか6年の間に差が出てくると、はい、あよく考えたら短いんですもんね。ね、うん、なんかわずかな間で、いやなんていうか戦争、なんていうのかな、教科書とか見てると戦争の記述ってすごく熱いじゃないですか。熱いっていうか、いっぱいされてるじゃないですか、はい、だから10年も20年もやってたのかと思ったら実は5年とか ね、まあ、ね、第二次世界大戦レベルでも数年っていう、うん、はい、数十年ではないっていう、ないだからなんていうのかな、逆に戦争っていうのはものすごいいろんなことが起こったり、技術の革新を起こらさざるを得ないみたいなところは ね、やっぱり
あるんでしょうね、ええ、あちなみにこれ、普通の公園でやってますので向こうからボールが飛んできたり後ろを子供がキャーとか言って通るかもしれませんけど、ええ、まあ、それも環境音だと思ってこう、ね、はい、先ほど子供がこの後ろを走ってるちょっと水に落っこちましてこの後ろ人工の川が流れてるんですけれどもそこにボチャーンと落ちてわーって泣いて泣き止んでから収録しようみたいな、はい、そういう話だったんですけれども、ちょっと延長してしまいました。はい、ですね、まあ、そういうわけで、第二次世界大戦でも、まあ、爆発的な飛行機の性能の向上があったけれども基本的には2点間を早く結ぶっていうことで、はい、早くそういうこその2点間を最短距離で結ぶそして早く結ぶというのがまあ基本だったということですね、はい、そこが前回ぐらいまでのお話で、今日のじゃあメインのお話はそれ以降の飛行機の発達というお話ですけれども、ええ、やっぱり第二次世界大戦の後は、はい、やっぱり冷戦時代って言って差し支えないんですかね。まあドイツって分断されたのはいつですか。いやもうドイツの分断は戦争終わってすぐです、ね、じゃあもう冷戦はすぐに始まったと思って、ええ、まあ差し支えないわけですか、はい。今思えば冷戦時代っていう言葉自体懐かしい響きがします ね。そもそももう私からするともうソ連って国があったってこと自体もう脅威ですよね。あ次はあれガムテープかなんかでこの機材止めましょう、はい。まあ、今日はちょっと我慢してください。ソ連っていう国があったこと自体信じられないっていうか、うん、いやこの間ねロッキー4炎の友情あ、はい、を見たんですよ。そしたらね要するにあれはソ連のサイボーグみたいなボクサーのドラコっていうのに、ロッキーの、親友であるアポロが、うん、まあ、殴り殺されちゃうわけですよね。別に喧嘩じゃないんですから全然文句は言えないんですけども、でパンチが1トンもあると、うん、なんていうかでそれでロッキーが戦って雪辱を果たすっていう別に相手を殴り殺したりはせず、うん、結局仲良くしよう的な話で終わるんですけれどもそれのなんていうのソ連の肉肉しげな描き方もうなんていうの、まあ、肉肉しげに、まあ、ライバルはね描かないといけないっていうのが当然あるんですけれどもそれにしたってもうちょっとなんかねそのサイボーグみたいな作りはどうよっていうまあ、よくよく考えたらアメリカの陸上選手がよっぽどサイボーグなのではないかと私は思うんですけれどもいやです、ね、今の話を聞くと、うん、まあ、結局スタローンつながりで思い出してしまうのが、はい、ランボー3怒りのアフガンですね、はい、あっち思い出しちゃいますね。でも私ランボーって実はまだ未見なんですけれども、はい、お好きな方はランボー好きみたいですね。ランボーの最初は、はい、出来がいいですね。第1話、うん、あれベトナム戦争で、なんていうのこう戦争神経症にかかった青年が、はい、まあ、故郷の町に帰ってきて、うん、戦友の友達に報告しようとすると、はい、ちょっとそんな危ないやつは町に入れたくないという警官とトラブルを起こすと、はいはい、うん、でそのトラブルを起こして起こした結果、うん、もうベトナム戦争でやったら汚い手を使ってもう暴れまくるわけですね、はい、で警官は警官で警官隊に攻撃込んでもうそっちでぶち殺そうとするっていうんで、ね、変なやつをこう変な不老者を追い出せみたいな話がねいつの間にか戦争みたいな騒ぎになってるという非常によくできた話でしたね。たまたまそのなんていうか、ランボーが、はい、サバイバル能力っていうか兵器運用能力が異常に高かったっていうだけで、ええ、あれの確かキャッチコピーが一人の軍隊でしたっけ。そうですね、ええ、あちょっと 音小さいんで、あ、はい、ちょっと待ってください。大丈夫、大丈夫。いや、ちょっと T4 か C1 か確認したいだけなんで今、上の方飛行機だかが何かが飛んでいて、この音は青野さん線踏まないでください。線線ちょっと、影なんて見えないんですが、運がいいとホーネットが見られるんですが、ここはホーネットというのはどういう飛行機なんですか。いや FA18 ですね、うん、知りませんけど関西機です。関西機米軍機です。あーホーネットが飛んでると何かいいことあるんですか。いやうるさいだけですね。あそうですか。全然じゃ運が悪いじゃん騒音がでかいだけで、まあ、そういうわけで、
怒りのアフガン、怒りのアフガン、それはランボー3か。あ、ランボー、ん？あ、ランボー2か。ランボーって2までですよね。3はなかったような気がする。なかったっけ。まあ、とかその怒りのアフガンというのが、うん、アフガンに侵攻したソ連を、はい、そのランボーがやっつけに行く話なんです。はいはいはい。一人で。ええ、一人で。あれは一人で2000人と戦うとか、そういうのが面白いんだよね。ええ、うん。で、そのね、そのアフガンが今一体どういう状況になってるかって言ったら、はい、もうわけわかんないですからね。どういう状況な、あれ映画の中の話ですよね。いや、ええ、だからあの映画の中では、青山さん縦に持たないで斜め持ってください。これですか。あの指向性は上に向いてるんで。ああ、はい、はい、あの、ええ、どんなアフガンはどんなことになってるんですか。映画の中ではもうソ連が侵攻してきて、はい、これをやっつけろという話なんですが、はい、ちょっと今アフガン、うん、わけわかんないです。あ、リアルはリアルですか、はい、リアルはリアルアフガンがわけわかんないことになってる、ええ、もうソ連が兵器そのままにして撤退しちゃって、はい、てかソ連とかソ連なくなっちゃいましたから、うんうん、でそこでアメリカがどうにかしよう、国連がどうにかしようったってもう内部分裂がもうぐっちゃんぐっちゃになってますんで、はい、もういかにもうだってもう話題にすらなんないもんね、うん、かいかにアフガンを救ったことによってもうスタローンがいかにバカだったかということを言っただけじゃないかという。え、スタローン、え、どの辺がバカなんですか。いやもうその時スタローンは、はい、ソ連は悪いという映画を作ったわけですね。はいはい、あ、まあ作ったわけですね、でその当時でこれは全然評判にならなかったので、シュワルツェネッガーのレッドブルというのがあって、はい、あれはでも評判になりましたよ。なりましたか。うん、あの放映前だけどね。ああ、うん、ええ、で、うん、であれはソ連の麻薬捜査官とアメリカの麻薬捜査官が協力をするというなんかこうかなりいい話、ね、いい話でこう敵作ってないじゃないかって、うん、共通の時に麻薬なんだみたいな、実に頭のいい作りでしたねっていうの方が。あ、頭いいんですか。でも、でもなんていうか、ちょっとなんていうの、まあソ連が悪の方が、なんていうの、まあ水戸黄門みたいなもんで、あのソ連はソ連とかナチスは悪代官役を一手に引き受けてるわけですよ、まあはい、ね、悪役紹介みたい、世界の悪役紹介みたいなもんでなのでなんていうんですか、まあそういう、だってソ連は悪役だったんですよ、うん、だから第二次世界大戦で悪役日本じゃないですか、パールハーバーで ね、まあで なんていうの、私あのこの間ユーストリームの、あ、で、この間渋谷のユーストリームでやったユーストブっていう中で紹介した、はい、テレビはなぜつまらなくなったのかっていう本を紹介したんですけれども、あ、向こうからね白いワンちゃんがやってきましたよ。あの子供が変な不審な顔をこちらに向けておりますね。何でしたっけ、そうそうそう、あの向こうからお父さんが歩いてきますね。あのこれ以上言うとね、私がね、あの物を忘れるからやめて、はい、なんだ、テレビはなぜ面白くなくなったのかっていう本の中で、もう本当忘れちゃったじゃないですか。もうやめてよ話を、余計な方へずらすのは、まあ、最初に犬って言ったのは私なんだけども、あれ何の話してたんだっけ。あ、そうそうそう、ごめんなさい、ね、はい、ユーストブの話ね。で、この間紹介したテレビはなぜつまらなくなったっていう、つまらなくなったのかっていう本の中で力道山のエピソードがいろいろ紹介されてるんですよ、はい、で力道山はアメリカに武者修行に渡った時に、はい、当時なんていうか日本人レスラーが当時ハワイで悪役だったんだって、で反則の奇襲攻撃をかけると、反則の奇襲攻撃をかける、それでこうと現地のレスラーにめちゃめちゃにやられて、最後は土下座して許しを請うというね、あそういう向こうが熱狂するね、こうシナリオだったんだって、それが、だからその逆で力道山は日本では、なんていうの、木村がね、やられてるところに力道山がさっそうと登場して空手チョップでっていう、はい、うん、今思えば空手チョップってねえ、どう空手なのとか突っ込みたくなるような。いやでもまあそれ言いましたらね、うん、プロレスの話でまた申し訳ないんですが、キラーカーンのモンゴリアンチョップとかいうのありましたから、どうモンゴルなんでしょうっていう、ねえ、あの人日本人ですよ純粋の。あ、そうなんだ、うんうん、でもさ、それに比べればさ、四の字固めってちゃんと四になってるよね。いや、なってますね。でもあれ四の字固めって誰の技だっけ。あれはデストロイヤーですよ。デストロイヤー日本人じゃないんだよね。デストロイヤーはアメリカ人だよ。だから本来の技の名前は四の字固めじゃないんだよね、あれ。
いや、フィギュアフォーレッグロックですから。あ、4の字固め。あ、え、い、ー、でも、え、フィギュアフォー、あ、そうか、アラビア数字だから、漢字じゃないんだ。はい。だから4の字固めでいいんだね。はい、あの、まあ、でもほら、4の字固めってすごいよね。あの、いまだに、ね、なんていうか、ね、通じる、うん、ですけど、でも、あれはデストロイヤーの技なんですね。はい、デストロイヤーの技です。だから、もう上はいいですよ。気になるんだもんね、飛行機って。青山さん、脳みそが小学生並みですよ。気になるんだもんだってっていうのは。で、話し続けたいので、下向いてください。おっとハゲ、下を向け これは、なんと、C130 です。珍しい。すいませんです。ハゲ、下を、ちゃんと前を向け。で、C130 って何すか？はい。輸送機です。ああ、珍しいんですか？まあ。まあ、この辺横田基地がちょっと近いんでね、横田に入るんでしょうね、もう飛行機飛んでも悪いけど上向かないでくださいね。 SR-71 が来たら飛び向きます。大丈夫です、上向かない限り分かりませんからね。あ、はい、でそういうわけで、でも4の字固めって、なんていうのかな、上からデストロイヤー VS 力道山の視聴率って歴代4位ぐらいなんですよね。3位か4位ぐらいだから、すごい高視聴率の番組だったんですけど、どうやって4の字固めを美しく画面に収めるかっていうので、うん、上からテレビじゃないカメラつったりしていろいろ工夫をしたっていう話なんですけれども、なぜ4の字固めの話になったかさ、あ、そうだ、冷戦、はい、冷戦の話から。で、冷戦時代っていうのは、はい、飛行機の発達ってどうなんですかね。いや、要するに飛行機の発達っていうのは、要するに最初にお話ししました、大体ね、要するにっていうのは全然用意しないんですけど、最初にお話ししましたようにね。最初っていつの最初ですか。もう大昔ですね。大昔だと第1回ですね。今日の話の最初ですよ。あ、はいはいはい、飛行機は2点間を短距離で結ぶ、はい、あ、は早い時間で結ぶ、はい、というのがもう圧倒的に加速された時代なんです。はい、うん、もうどんどん速くなる、要するにもう第二次世界大戦の、うん、まあ、発明の一つというのが、はい、原爆ですね。核兵器、はい、つまり核兵器が来て、うん、核兵器を積んだ飛行機が一機来て、うん、で人の上にドカーンとやられたら、うん、もう負けなんですね、そうは。その時点で。あ、なるほどね、要するに最終兵器、また私も要するにって言っちゃったじゃないですか、うん、最終兵器、うん、だからものすごい強い兵器ができちゃったら、なるべく先方に送り届けさえして国家を壊滅させればもう OK 的な、だから東京大空襲で B-29 が、はい、まあ、800機ぐらい来てるんですね、あれが一番多くて、はい、で800機使ってたものが一気に済むわけですよ。なるほど、うん、まあ、そういう言い方もね、あれですけど、まあ、戦争ってそういうもんですからね、嫌ですね、戦争って、で、一気で済むとなると、うん、早く先方に良くないプレゼントを届けて、早くなるべく早く逃げて帰ってくる、うん、となるとこうそれを迎え撃つ方も、はい、もうできるだけ早く飛び立って、うん、できるだけ遠くで、うん、つまりできるだけ早く敵を撃ち落としたいというのが、うん、どんどん加速されるわけですよ、うん、で、スピードの時代に、になってくる、よりよ、より、で、今、なんていうんですか、軍需系というか、軍事の用の飛行機、はい、軍用機の話してますけど、はい、旅客機の発達のはどうなんですか。で、旅客機の場合も、うん、非常に近い形になってくるわけですね。はい。っていうのは、一つは、ジェット機の登場があるわけです。先ほど言った。はい、要するに、ジェット機っていうのは、それまで400キロ、500キロしか出なかったものが、うん、まあ、800キロぐらい出す。まあ、最初は800キロも出ませんけど、うん、まあ、だんだんスピードが上がってくる。うん、で、さらに、長距離を飛ぶようになってくる。はい。第二次大戦前ぐらいからですね、はい、日本とアメリカを行くときには、はい、まず沖ノ鳥島に行って、それは、私を担いではいないんですよね。いないです、はい、沖ノ鳥島に行って、はい、そこで燃料補給して、はい、ミッドウェイに行って燃料補給して、はい、ハワイに行って燃料補給して、はい、で、やっとアメリカにすぐ着くわけです。ああ、もう中継がね、何度も中継が、まあ3回ぐらいやるわけですね。はい。でも、それは、で、行くたびに、こう、そこで一晩泊まりますんで、はい。3日ぐらいかかるわけですよ。はい。で、これやっとれんと。うん、うん。で、もっと早い飛行機で行けないだろうかと。うん、うん。
行って、まあ今ではもうそんなもんすぐなくなってしまったんですが、はい、のストラトクルーザーという、はい、B29 を改造したものができて、はい、これだと燃料補給1回ぐらいで済むようになってくる。なるほど。しかも早い。それいつぐらいの話ですか、ストラトクルーザーって。あれは1950年ぐらいですかね。あ、じゃあもう戦後5年ぐらい、ええ、B29 改造みたいなもんですから、あれは、うん、結構人乗れるんですか。あれ何人ぐらいでしょうかね。でも数十人レベルのはずです、はいはい、でそういうもんが出てくると、はい、今まで3日かかってたのは2日で済む。ただこれもっと早くしようじゃんかと、うんうん、1日で行けないの、うんうん、というのがまあ普通にそういう考えが出てきて、うんうん、まあどの基地がちょっと最初だったかわからないですけど、まあ、うん、だんだん大西洋が、うん、無着陸で横断できるようになり、うん、でついには太平洋もまあこれはかなり後になりますけれど DC8 ぐらいかな。あれ、 リンドバーグって何した人、はい、あ、大西洋を初めて飛行機で横断した人ですね、うん、あ、大西洋は1日で行けんの。あのね、うん、1日で行けたらね、うん、リンドバーグ苦労してないんですよ。あ、そうじゃなくて、ええ、あの燃料補給なしで行けるかってこと。大西洋だよね、ええ、だから燃料補給してたら1回止まれるわけじゃん、ええ、だけど燃料補給はしてないの。してないんです。あ、大西洋のがはるかに太平洋より狭いのね。狭いです。あ、いやいや、あの地図上でさ、ええ、太平洋が真ん中に来てるじゃない、ええ、日本の地図って。あ、だから大西洋って実際どんぐらいなのかピンとちょっと来なかったりするんだよね。ちょっと僕もあんまりピンと来ないですよ。だいぶ狭いですよ。あ、じゃあもう戦前に無着陸っていうか、ええ、単独飛行ができたんですよね、ただこれもね、あの脱線しろということなんです。脱線しますけど。いや、しろとは言ってないですけど、スプリットオブセントルイスというのがリンドバーグ乗った飛行機なんですが、あの、はい、どうぞ、あれ乗りたくないですね。前に窓ないんだよね。ないです。操縦席の前燃料タンクです。もうなるべく積まなきゃいけないっていう、だから着陸の時には潜望鏡をこう上に出して見るわけですね。あ、でしかもスピード遅いですから、はい、30何時間かなかかるんですね、はい、もう寝ずで絶対眠れないような、できるだけ座り心地の悪い椅子を作ったんだそうですね。ああ、特注で、ええ、いやだね、乗りたくないですね。いやー、いやだね、ええ、でも30何時間だったら寝ずに頑張れるような気がしないでもないけど、うん、もう寝ちゃったら 100% 死にますからね。あ、鳥も固定でなんとかなんないんですか。あのゼロ戦、あの私たちが書いた、ぜひゼロ戦の操縦という青山さんが書いて私が作った本をぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、ゼロ戦パイロットはトリム調整してあとはグーグー寝てることあったっていうふうに聞きますけど、そういうふうにはいかなかったんですかね。リンドバーグでもずいぶん前、昔ですもんね。もっと前ですからね、うんうん、まあ、飛行機の性能も違いますし、うんうん、あとやっぱり風に流されるとちょっとどうしようもないという、はい。あ、でもゼロ戦は良かったわけですか。ゼロ戦の場合はね、うん、あのまだ間違えてももうコンパス下に島とか、うん、いろいろコンパスとかありますから、もう上を向くのはやめましょうよ。これはヘリだなと思うんですけどね、分かんないな。あ、これはあっと YS ではないですか。 YS? ほら YS11 ですよ。ほら YS11 って飛ぶの、担いでないよね。だって見てごらん、 YS でしょあれ。わかるわけがないじゃないよ、ええ、あの YS11 の電子線型機だと思うんですが、なんか電子線練習機が飛んできましたね、うん、なんか YS11 だと許す気になるね。他のだとうるさいハゲ静かにしろとか思うけど、あの YS11 が上をと、はい、ここじゃあ航路、航路です。真下。あ、そう、イルマに行く。あー、なるほどね、ええ、で話を元に戻しますと何だったっけ、ええ、スプリットオブセントリス乗りたくないと。ああ、そうですね、ええ、青山さん、私より記憶力いいんじゃない。私もうあんな間空いたらば話したこと思い出せないよ、うん、でスプリットオブセントリス、ええ、でやっぱり三十何時間もね飛んでらんないわけですよ。斜めに三十何時間もやっぱりこう飛んでらんないわけですよ、うんうん、で、まあ、パイロットがね、うん、でリンドバーグももともと職業パイロットで、うん、で一人で飛ぶんないんですよ。お客さん乗せて、うん、じゃあお客さんにあの寝ないで32時間頑張っててください、トイレもありませんから窓からお尻出してやってくださいってわけにいかないわけですよね。
まあね、うんまあ、居住性良くないと ね、あのお金は取れないよね、はい、でまあだんだん飛行機の航続距離も伸びてくると、うん、でそこで一つ大きなこと出来事があったというのが、はい、そのジェット機の登場というのは大きいんですね。ジェット機、はい、はい、で最初はあのちょっとジェット機ってあんまり使い物になんないだろうという話があったんで、うん、燃費悪かったんですよ、うん、あの先ほどお話ししましたドイツのジェット戦闘機、うん、航続時間が1時間なんですね、うん、ってことで1時間しか飛んだらないんですよ、うん、時速870キロ出ても、うん、1時間しか飛んだらない。400キロしか、え、1時間で帰ってこなきゃいけないことを考えると、ええ、400キロ半径しか行けないってことですね、ええ、で400キロ半径って言ったらそんな遠く行けないってことですよね。まあそうですね、うんうん、でもっとひどいのが、はい、メッサーシミット163、はい、あのロケット戦闘機のコメート、ああはいはい、ええ、これ30キロぐらいですね。30キロ、あの1000キロ出るんですよこれは。はい、早いでしょう。でもパパって帰ってくるだけ、ええ、手裏剣のようにシャシャーっとこう、5分とか10分しか燃料が持たない、うん、それはもう実用的じゃないよね全く、うん、でも人気高いよねコメートって。コメートは、全翼機だからやっぱし、いや全、まあ、全翼では全翼ですけどね、うん、全翼機だから早いからね。早い、1000キロ、1000キロってマッハに直すと 0.9 何歩ですね。あ、もうその頃からかなりマッハの壁に近くなる感じで、はい、で、まあ、コメートは、まあ、軍用機ですけどね、第二次世界大戦中の、はい、まあ、軍用機実用化はされてないですけど、うん、なんだっけ、まあ、そういうわけで民生の方はどうなんですかって話です、ね、でそうすると、まずはそのジェット戦闘機、ジェット機というものが、はい、今度は爆撃機ですか、はい、ジェット戦、あの、冷戦後の話ですよね。じゃあ、冷戦後の話、はい、要するにその爆撃機がみたいな、だいたい爆撃機と旅客機ってある程度性能は似てるんですよ。あ、はいはい、物いっぱい運ぶ、物いっぱい運んで、うん、あー、バードルですね。今日は一体何があるんでしょうね。本当にいろいろな飛行機が飛んできますね。バードルって何ですか。バードルでよかったんだよな、ヘリよくわかんないです。大丈夫、ソーローターの、視聴者の方には何が飛んでいると見えませんから、あ、上をちょうどコンコルドがって言っても、まあ、バレませんから。あの、トンボが飛んでます。はい、はい、私とアラマさんのギャグは面白くないので薄く笑ってくださいね。はい、はい、すみません。で、何ですか。で、ジェット機っていうのは最初あんまり使い物にならないんじゃないかと、はい、非常に航続時間が短いと、うん、ところが、うん、いろいろ技術開発をやっていくと、うん、このジェット機っていうのが非常に燃費がいいということが分かったんですね。ジェットの方が燃費がいい。いいんです。しかも燃料が安い、はい、それはエンジン、ジェットエンジンの開発が進んだっていうことですか。はい、そういうことです。はい、で、そうなると、うん、それまではちょっとジェット機で旅客機を作るの無理じゃねえのと言ってたのが、うん、まあ作れるようになってくるわけですよ。なるほど。となると今度燃費がいいってことは遠くまで飛べる、うん、と DC-8 ぐらいになって、うん、まあ DC-8 といきなり言ってもなかなかこう分かりづらいかと思うんですが、まあ、ダグラスが作った輸送機があって、これ対戦中に使ってるのは DC-3 なんですね、はい、3です、はい、でその後いろいろ変遷があって6とか7ぐらいまであって、うん、8になって旅客機用の DC-8 というのができてくる、はい、で、ボーイングもだいたい同時期にボーイング707というのを作ってくる、うん、で、これでやっと太平洋横断ぐらいが可能になってくる、うん、と、やっぱりこの目的は一つですよ、うん、つまり今まで燃料補給途中でやってたのを一発で行けるようになるわけですよ、うん、となるとやっぱり2転間を高速で結ぶという目的がどん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 助長されてくるわけですね。で、またこれは大きなバレン、ずれるのを許してくれると思うんですが、うん、これの行き着いたものがこれ爆撃機ですけど、うん、バルキリーですよ。
ああ、もうバルキリーの話だったら大歓迎なので、じゃあちょっとすいません、ちょっと電池入れ替えるのでちょっとお待ちください。はい、はい、電池も無事入れ替えましたので先ほどの話を続きをいきたいと思いますけれども、あれ、でどこまで話したんでしたっけ。で2点間をできるだけ早く結ぶというのの究極なのが、究極の飛行機が、はい、まあ、バルキリーなわけなんですよ。バルキリー、バルキリーってどういう飛行機ですか。まあ、私は好きなんで多少は知ってますけど、バルキリーというのをご存知のない、初心者の方のためにちょっとお話ししていただきたいんですけど、まあ別のアニメを連想する方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、冷戦時代に作ったアメリカの爆撃機で XB70 という、はいはい、大変美しい飛行機ですよね。最大速度マッハ3以上3以上、ちょっとま、横向くときに一緒にマイクも向いてほしいんですけど、はい、はい、だから口を開け向くと聞こえなくなっちゃうから、すごい美しいですよね。綺麗ですね、あれは。あれはもう好きな方はたまらんでしょうね。ね、メカ好きとか SF 好きとか、本当にね、なんていうの、ああ未来の飛行機ってこんな感じみたいな。あ、目の前はボールが、はい、はい、でバルキリーですよ。で、はい、そのバルキリーの発達を見た、はい、やっぱりソ連側ですね、懐かしいですね、がやっぱりマッハ3以上の戦闘機を作るとか、はい、というようなのが、まあ、とにかく速さを競ったわけですね、飛行機の。またボールが、はい、で早くバルキリーを、はい、ところが、まあ、バルキリーの完成直後にニミットマンという、まあ、はい、ロケットですね、要するに ICBM 大陸間弾道弾が完成しちゃって、はい、まあ、はい、もうちょっと核兵器を積んだ爆撃機はいいよ、うん、みたいなことになってしまう。うん、でバルキリー自身もお金がものすごくかかるというのと、うん、作ってもやっぱりロケットの方が安くていいんじゃんみたいな話になって、うん、まあ、開発は中止されてしまう、うん、今せっかく ICBM の話出たんで言ってきますけど、はい、私この間メール書いてたら、はい、大丈夫です、私 ISBN 持ってますからっていうのを間違えて、私 ICBM 持ってますからって書いてしまい、お前はどこの国家元首だとどこの大国の国家元首だと我と我が身を突っ込んだんですけれども、はい、まあ、お値段的には ICBM の方が全然安くなっちゃったと。安くなったと、運転、なんか要するに行って帰ってきてまた使うみたいなことせんでも、ええ、行って使い捨ての方がよろしいのではないかと、ええ、いうことな。ロケット制御のロケットのエンジンとかそういうロケット技術の能力が総合的に上がってきた結果ってことですかね。そういう感じですね、はい、まあ、ロケット自身もこれかなり高いんですが、はい、バルキリーほど高がないんですよね。ちなみにバルキリーっておいくらなんですか。いや、よく覚えてないんです、データではない、データが今手元にないんですが、はい、当時のアメリカの国家予算の 2% を使ったというふうに言われておりますので。アメリカの国家予算の 2%、はい、ということは普通考えてアメリカの州って、ええ、51位ありますね。だいたい1つか2つの州分ぐらい、ええ、使っちまったっていうことですね、はい、で、まあ、まあ高くてどうしようもないと、うん、どうしようもない、うん、まあ見る分にはかっこいいんですけどね。ねえ、一回乗ってみたいですけどね、うん、お金さえ出さなきゃ。でもマッハ3よ、ええ、死んじゃわない。死なない死なない死なない。弱つ服くれば、うん、あ、そうか、弱つ服はいりますね、うんうん、ぜひウィキペディアの方でですね、バルキリーの写真が上がってるんで、はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、ほんと綺麗ですから、飛行機について詳しくない、あんまり詳しくない私でも、やっぱりあれはね、どんな人でも美しいってことはもう絶対わかる、うん、もう金かかってますしで、まあ、ICBM のが安いということが分かっちゃって、で、それで、そのあたりから、いや、どん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 、二転換を結ぶのが早くなった方がよろしいという風潮がずっと来て、はい、で、バルキリーあたりからだんだん実は飛行機的、速い飛行機を開発しようというのがだんだん実は怪しくなってきたわけですか。てかもう、
まあ、これはペネトレーション能力という言い方をするんですけれど、はい、まあ、バルキリーの後に B1 というのをアメリカは作ろうとする、はい、というんですね、やっぱりこれも、まあ、これはマッハ2ぐらいで、はい、で低空をマッハ2で飛んできたらちょっと見つからなくて、はい、向こうも落としづらいんじゃないかと、はい、ともかくもう敵機の上空に行くのに、はい、別に速いだけがその必要能力ではないというのが、まあ、軍事的には考えられてきてしまう。ただ飛行機全体として特に旅客機としては相変わらず2年間を速い速度で結んだ方がいいというのはこれは変わらないわけですね。でそれで早く結ぶに越したことはないっていう風潮はあったわけですけど、はい、早ければ高くても良いというわけではなくなってきたっていう。そうです。ですから、はい、ジェット機が普及してきたというか最初は普及しないだろうと言われたのは、うん、やっぱジェット機最初高かったんですよ、うんうん、でそれがだんだん安くなってきて非常に安いというのは分かったと、うんうん、そしたらジェット旅客機が出てきたと、うんうんうん、でもやっぱり早い方がいいよねという感覚は残ってるわけですね。だから、バランスの問題に今度なってきたわけですね。そうですね。技術が、ある程度進んで例えば太平洋が1日で行けるようになった、はい、で早い方がいいに当然決まってるんだけども、今度お値段的に1分でも早ければどんなに高くても構わん的な話から、いや1日で行ければあとはもうちょっと安い方がみたいな、そういうビジネス的な話になってきたってことですかね。そこら辺がこうだんだんコンコルドに近づいてくるわけですね。なんていうんですか、今までは軍用機メインで発達してきたわけですから、はい、高くても勝てればいいやと、うん、核兵を落とされるよりはマシだろうというお話だったわけですけど、別に旅客機の場合は、そんなにもうものすごく大急ぎで行けなきゃ死ぬ的な、うん、もうその頃はもう電話も通じてるわけ、ありますよね、はい、電話も通じてきたわけですから、もう一刻を争うほど急いでるお客様は乗らないわけで、なのでだんだんバランスが大事なのではないか的な、そういう話になってきたっていうことでよろしいんですかね。で実はそこに行く前の段階一つあるんですね、はい、でまあ先ほど言いましたような、はい、ボーイングの707、はい、でダグラスは DC-8 というのが出てくると、はい、青山さん横向くときに一緒に向いてください。あ、はいはい、でこれはまあ比較的大型の旅客機だったと、うん、でそこでやっぱり速い方がいいよねというのと、うん、でかくてもいいんじゃないのという考え方がちょっとここで出てくるわけですよ、うん、というのはその頃の旅客機ってまだ結構未発達で、うん、今の旅客機ってまあ正直言ってね、どれ見てもね似たような形って面白くないんです。面白くないですね、もうなんていうかもうみんな車で言えば全部ワゴン車みたいな感じで、そんな感じワゴン車か2トン車みたいなね、感じで、でも効率的に考えるとああいう形に集約されていくっていうのはまあしょうがないところなんですよね。そうなんですね、うん、ところがその707や DC-8 が出てきた頃っていうのは、うん、まだちょっと違っていた、まだちょっとプチカンブリア爆発みたいないろんな形が遊びがあったわけですか。遊びというかね、模索ですね。ああこんな形の方がいいんじゃないかとか、ですからこれまたちょっと後でコンコルドつながってくるんですけれど、はい、一緒に回ってね、はい、イギリスの作ったコメットという、はい、コメットではなくてコメットね、まあ意味は同じなんですけれどね、うんうん、これは主翼の中にエンジンを組み込んでるわけなんですよ、はい、ちょっと映像があればいいんですが、はい、まあ、主翼のど真ん中に穴が開いてて、うん、はい、その中にエンジンが入ってる、はい、でさっき言いました707ですと、はい、エンジンが4つあって、うん、このエンジンを主翼の下にぶら下げてる、うん、でボーイングの727っていうのがあって、はいはい、これは3発機なんですね、はい、でエンジンを胴体の後ろ側に3つくっつけている、はい、なのでこれで向いてくださいよ、はい、はい、というようなまあいろんなくっつけ方があると、はい、でそんな時代の中でこれでかいのがいいんじゃないのというのを考えたのがボーイングの747、はい、
今でも飛んでるジャンボジェットですね。ジャンボってのは愛称だったんですよね。だったんです、最初は、ええ、だけどみんながあまりにジャンボっていう花、あのなんでジャンボって名前ついたんですか。いや、でかいという意味合いらしいんですよね。いや、じゃあ私が話しますね、はい、なんだっけ、あのね、当時、ええ、なんかサーカスだかなんだかで、あのアメリカでジャンボっていう像が有名だったんですって。あ、それで、なんかごめんなさい、どんなサーカスだったか遊園地だったか動物園だったかちょっと記憶ないんですけど、人気者の像でジャンボってのがいて、でそのうちジャンボっていうと大きいって意味を表すようになって、うん、で、飛行機の愛称がジャンボになったっていうふうに私は聞いてますよ。ただちょっと一時資料というか文献どこで知ったかっていうのが実は記憶にないのでちょっと自信がないんですけれども、だからジャンボっていうのを本当のなんていうのかね、アフリカ語だかなんだか調べたら全然意味違うかもしれない。こんにちはって言うんですよ、あれ。あ、そうそうそう、うん、ジャンボはこんにちはなんだ、はい、じゃあだからそう、ゾウの名前だったんですよ、あれ、うん、だからそのゾウが大きいから、うん、ジャンボってことになった。私はそういうふうに聞いてますよ。まあともかく、まあボーイング747っていうのが出てくる、はい、でこれが最大で500人ぐらい乗せることはできる。これは画期的だったんですか。画期的でしたね。それまでは何人ぐらいなんでしょうね。例えばさっき空の飛んでったあの YS11 でどんぐらい乗れます。あれは64人ですね。ああ、じゃあ10倍近く。はい、はあ、どうやってその大勢の旅客を乗せることが必要になったんですか。なんか構造上のなんていうんですか、特別な技術とかあったんですかね。いや、要するにでかいんだったらでかい方がいいんじゃないのという、どうもそういう単純な発想だったみたいですね。それだけのですか。ええ、飛行機の大きさっていうのは何で決まるかっていうと、はい、その飛行機を運用する路線の需要で決まるんですね。ああ、はいはい、ええ、一番簡単に設計上の話じゃないですね。です、需要の話ですね。需要の話になってくるんだよ、はい、これは、はい、一番わかりやすいのが、はい、列車、電車、はい、埼京線とか長いですよね。なんでいきなり埼京線が出てくるのかわかんないですけど、山手線は長いですよ。で、じゃあ埼京線が長いかは正直知りません。あ、まあいいです、長いんですよ、はい、何両編成なんですか。あれ十何両だろう。それは普通でしょう。 20近いんですよ、はい、うん、でこれは東京都心の、はい、こうぐるぐる回ったりあるいはこういうふうに行ったりする、はい、列車だから、うん、人口非常に多いわけです。で東京って世界でも一番人口中密地域ですから、はい、そこで使う電車っていうのは長くないといかんと、はい、ところがじゃあ、そこを走ってる西武線があるんですが、単線だよね。ええ、単線ですね、うん、でこれは4両編成なんです今、はい、ちょっとこの間までは2両編成だったんですけど、ね、私あと覚えてるのはね、高校の時の遠足で、はい、江ノ電に乗ったのね。あ、はい、それでアナウンス、駅からでアナウンスがあって、次は長い4両ですって。ここは笑うべきところなのかどうなのかとかね。私あとそもそも五日市線の住民の人なので、あの4両編成普通でしたから、ええ、ところがじゃあその4両編成のところに、はい、仮に20両編成の山手線走らせたとすると、あ、ホームが足りないですよ。これコスト的にペイするかどうか、うん、そのホームの話もね、今また後でコンコルとつながってきますんで、はい、ちょっと重要なので覚えててほしいんですが、うん、忘れます、はい、うん、まあペイできないわけですね。ペイできないわけです。乗客が10人なのに20両来てもしょうがないわけで、そうなんですね、うん、だったらこうこれから航空業界でどんどん発達すると、うん、とすると大きな飛行機を作った方がたくさん人運べるから、うん、儲かるんじゃねえかって考えたのが、うん、ボーイング社だったわけですよ。もうこの辺でこういうことを言ったらまずいのかもしれませんけど、はい、とにかく早く、とにかく早くって需要が主に優先されてきたのが軍用機で、ええ、なるべくいっぱい乗せたい、そしてできるだけ安い方がいいっていうのは、ええ、民生用の需要で、技術はそっちに発達してきたっていうふうに大まかに言ってよろしいんですかね。ま、じゃあ
もうそこまでちょっと言っちゃうと結論にかなり近すぎるんですけれど、うん、はい、その前にやっぱり早い方がいいよという考え方があるわけです、うん、でもさっきバランスって話したじゃないですか、だからその早くてもちゃんとペイできるだろうと、まああの早いうまい安いみたいなあのね、あんまり早くても、まずいとダメだし、はい、あんまりこうあのうまいと高くなっちゃまずいしみたいな、まあバランスになってくるわけですね、まあ、安くて早い、はい、ですからそこで出てきたのはコンコルドなんですね。なるほど。要するにコンコルド100人乗りですけれど、はい、アメリカではボーイング2707という機体が開発しまして、はい、これいろんな計画があって、まあ、実際には実現してない機体なので、はい、正確に何人っていないんですが、まあ、うん、一番大きな規模で200人規模ぐらい乗れるんですね、うん、コンコルドの倍、ええ、はい、170とかそれぐらい乗れるんですよ、はい、それもと速度もまあ大体マッハ 2.7 ぐらい狙ってる、はい、というと、まあ、コンコルドの倍スピードが出て、はい、で倍効率がいいですから、そのジャンボジェットが1往復する時間で、はい、2往復できるから運べる乗客数は同じなわけですよ。なるほどね、うん、はい、で将来的にやっぱり飛行機ってど今までどんどん速くなるという発展をしてきたから、うん、将来もどんどん速くなるだろうと、うん、いうようなことを考えて、うん、まあまずイギリスとフランスが、はい、なんでここが手を組んだのか分かんないんですが、イギリスとフランスって、ええ、まあ、めっちゃ仲良くないですよね。めっちゃ仲悪いっすよ。ですよね、ええ、なんでそんなことになっちゃったんですかね。あ、分かった、さっきのシュワルツネッガーのレッドブルですよこんつながるんですね、青山さん。いや、そこまで考えてませんでしたけどね。だから、あのね、ニックキー旧敵同士が、ええ、あの技術者でも話は別だ、手を携えようみたいな美談がどこかであって、ええ、まあ、美談なんだか金の話なんだか分かんないんですけどね。まあ なんていうんですかね、ええ、まあとりあえずまあこれは古い話なんですが、要するにイギリスはイギリスで超音速機の開発の研究をやってたと、はい、フランスもフランスで超音速機の開発の研究をやっていたと、はい、でアメリカはアメリカでやっぱり超音速機の研究開発をやってたと、うん、ところがイギリスとフランスは結局はちょっと自分とこだけでは無理だと言うんで、仕方なくお金がないからしょうがねえあいつらと手組むかと、それはこうお互いの利害として一致したっていうことなんですかね、ええ、いやながら一致したんですね。ですからコンコルドっていうとね、はい、イギリス人は激怒するんだそうですね、はい、あれはコンコルドじゃない、コンコードだと、正しく呼べと。ああ、なるほどね、ええ、だからなんていうのかな、ネットの記述によって、ええ、正しくはコンコードと読むみたいなこと書いてあったり、はい、コンコールドはフランス読みなんですね。らしいんですね。あ、なるほどなるほど。僕フランス語わかんないですけどね。私もわかんないですけど、コンコールドはアルファベットで書いてあるの普通に英語読みすると、うん、どうしてもコンコードしか読めませんからね。コンコードっていうのはなんか正確だけどどうのこうの的な話は確かウィキペディアにも書いてありましたね。あると思います、それは。じゃあまあニックキ敵同士が、手を取り合って、炎の友情と、はい、友情があったかは知りませんが、で開発がでやっとコンコールドの長い話でしたね、はい、やっとコンコールドの、はい、話になるわけですけど、開発始まったのはいつなんですかね。あ、忘れました。あ、はい、でもね、1950年代ぐらいだったと思いますよ。1950年代、かなり早いです。あ、青山さんはまだ生まれてない。ない、うん、で開発期間はどのぐらいなんですか。あれはもう10年ぐらいかけたと思います、結局。じゃあなんていうのかな、いわゆる企業の開発とは、ま、青山さん、はい、持ってってくださいよ。企業の開発とは違って、ええ、国と国との国営企業の開発みたいなもんなんですか。そうですね企業名は何て言うんでしょう、BAC エアロスパシャルですね、最初は。はいはい。じゃあ引き継がれてまた別の会社に、ええ、今は別の名前になってます。はい、BAC もないし、うん、なんとかかんとかって会社なんですね、多分、BCA なんとかって会社になってる、で
で開発に10年ぐらい、確かにそれぐらいかかってると思いますね。はい、まあ、要するに開発といってもどこからを開発っていうか別問題なんです。議論はあると思うんですけど、まあ、はい、軍用機としてはもう超音速機が実用化されていったから、はい、まあ、将来的には旅客機も早い点を 早く2点間を結ぶという、うん、方向に行くだろうと。その段階でもうジャンボは開発されてるんですか？まだされてないです。じゃあジャン、飛行機のこう系統樹があったとして、ええ、安く早く手軽にっていうことで、ええ、ジャンボの系統が行く、伸びてて枝が、はい、でとにかく早く、できるだけ早く、はい、でかつ民生用にってことで、コンコルドの枝が伸びてるっていう、ええ、ここで真っ二つに分かれるわけですよ。あ、そこが分岐点、はい、で、よくありますよね、エヴァンゲリオンのセリフにもあるじゃないですか、はあ、なんだっけ、未来をなんとかできる個体、あの種族は一つしか選ばれないみたいな、あ、ええ、そんなようなセリフがあったような、ええ、まさにそういう感じ、ええ、大きく分かれて、でそれからどうなるかというのは、じゃあ次回の、じゃあ次回はじゃあコンコルドの、コンコルドやっぱり開発までやっと来ましたので、はい、次回はですね、なんていうんですか、コンコルドが開発されるる直前ぐらいからお話を、ね、始めるとしましょうか、はい、やっ と いつコンコルドになるんだろうと思ったんですけれども確かに、まあ、これ以降は雑談になりますけど、はい、確かに今の飛行機って、例えば青山さんだったら上パーッと通ってるの見てエアバスなんとかとかよくね、ほざいてらっしゃいますけどもね私が見てもほぼ同じにしか思えない、ええ、かなり近くに行かないと、もう近く行ってもね、分かんないですよ。あ、そうですか。分かる人でないと分かんない。さすがに YS11 は分かりますけどね、プロペラだからそれは分かると思いますけどね大きさも違うしね、ええ、だからちょっとまあ雑談でいいってことなんですけど、はい、どうぞどうぞ。ここで王子さんに質問、はい、というかクイズ、はい、クイズ、大好きなクイズ、はい、YS11 は、はい、ジェット機でしょうか、はい、ジェット機でしょうか、それとも違いますか。ターボプロップエンジンでしょ、はい、あれどっち、え、あれどっち、あれはジェットでしょ、違うの。でもプロペラ機だよ、だからターボプロップエンジンでしょ、うん、だからあれはプロペラで動くジェット機じゃないの。あ、実に正しい。何言ってるんですか。私はもうプロジェクト X の5人の侍の話をもう号泣してみた人ですよいや、要するに何かっていうとね、はいはい、いわゆるジェット機っていうと、いわゆるターボエンジンだけじゃないっていうことね、っていうかね、そのもっと前に行くんですよ、はいはい、ジェット機っていうと燃費が悪いから発展しないだろうと思われた、はい、さっきのドイツの話ですね、だからそのジェットで直接動かすんじゃなくて、ジェットエンジン使ってプロペラ動きたら効率いいんじゃねえかと、あっていうのがターボプロップ機なんですよ。なるほど、で実際どうだったんですか。その後に、はい、今度ターボファンというのが開発されまして、はい、今のやつですよね。今のやつ、最新型ですね、うん、でこれはプロペラの代わりにもういっぱい羽のある、プロペラがそうですね、扇風機だとすると、はいはい、扇風機の羽が5段ぐらいになってるようなものがくっついた。5段ってことは単純に5倍ってことね、まあ、どっちかっていうとあれ見てると、ね、発電機の、なんだ、羽根付きの、タービン、そうです、あれに近いか、ま、名前もタービンだもんね。いや、同じですよ、うん、っていうか、効率よく、動力を取り出すって意味ですよね、燃料燃やして、はい、じゃあ名前も同じなんだ、タービンなんだ。タービン、これ僕もこれ笹本雄一に聞いて僕びっくりしたんですけれど、はい、今東京電力で火力発電所ってありますよね。ありますね、私小学校5年時の社会科見学で行きましたよ、その当時はちょっと今、その当時と今とはちょっと分かんないですけど、はい、今は結局あれは、はい、ファントム戦闘機のエンジンを使ってるとか多いんだそうですね。あ、エンジンを、ええ、同じ部品を使って、ええ、その方が効率が良くてかつ安い。安い。
しかし燃料は、はい、まあ比較的高い、まあ、ジェット燃料ではなくて、はい、重油とか軽油を使っている。なるほど。だからそんなジェット戦闘機ほどみたいなパワーは出ないけれど、はい、これぐる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 回して発電機を動かすには非常によろしいと、はい、いうようなことになってるんです。そうですね。それは面白い話ですね。ちょっと話がねずれますけど、あの野外の撮影の意外な弱点、真後ろに今あ私たちの後ろに日が来てまして、ちゃんとね、なんていうか思い切り逆光なんですけど、大丈夫ですかね。はい、初日の出。はい、わかりました、はい、でターボプロペあなんだっけ、どこまで、あそうタービンの話ね、はい、で今はそういうふうにもっともっと効率よく、はい、もっと早く早く、うん、早くというか、そうですね、燃料効率をよく、はい、燃費よく、はい、安く、はい、まあバルキリー開発した人から言わせると、ジャンボンとかああいうのはもう100均にある飛行機みたいに見えるんでしょうね。でしょうね。だってジャンボなんて何機作ったんですか。次回はちょっと調べておきますけど、はい、コンコルドは16機しか作ってないんですよ、はい、ジャンボなんて一体何百機作ったんですかね。あれ、あ金って言われてもちょっと分かんないですけど、多分日本だけで20機は少なくとも絶対ありますよ。なるほどね、はい、ちなみに日航123便墜落した、日航機墜落事故の、はい、あれはジャンボですか。あれジャンボです。じゃあいっぱい乗ってた。で特にジャンボでもいろいろ種類があるわけですよ。あジャンボでもこう打つ兵とあるわけですね。ええーうん、もう一番高いやつは政府専用機とかね。ああれもジャンボ。ジャンボなんですよ、はい、口にね、はい。で一番安いやつだと貨物用とかね。貨物用、はいはい、あるんですが、日航133便は、はい、123便123便はちゃんと調べてみないと分かんない。ボーイング 747SR だと思うんですね、はい、国内線向きの、はい、距離は飛べないけれど、つまり燃料積むから人間積もうという、はい、まあ東京大阪間で一番ドル箱ですもんね。そう、ええうん、あそうよく分かってらっしゃる、はい、そういうドル箱路線に投入するための、うん、一番人間が乗れる機体なんです。なるほど。それが事故ったんだから偉いわけですね。なるほどね、うん、まあ次回はそのあたりの話もいろいろお伺いするとして、はい、やっとコンコルドがね、はい、開発されるところまで来ましたので、よかったよかった。ちゃんと次でね、第5回で大団円を迎えられそうな。いや、エアバスの話ダメなの。エアバスの話はエアバス特集しましょう。いやでも、まあ、してもいいんですけれど、あでもそうか、大石さんははい、エアバス対ボーイングの対決を知りたいわけですね。そう、エアバス、ね、もっと言うと、なんていうの、産業としての悪役の飛行機、業界っていうのは非常に興味あるわけですよ。なんていうのかな、今そういう話はちょっと話さないで来てますけれども、実際は例えばさ、まあ、言うなればポルコロッソのね、飛行機を開発した、うん、なんピッコロ車みたいなちっちゃい飛行機が、あれは開発ではないですね。設計とか改造です、あれは。あそうなんだ。あれはまあ話はそれは置いといて、はい、ピッコロ車ぐらいのちっちゃい飛行機会社っていうのが実際たくさん昔はあったと。それが ありました今はボーイングとエアバスしかない、だって日本では知らない人が一人もいないロッキード社っていう飛行機会社あるじゃないですか。今ないんですよ。皆さん知ってます？ロッキード社今ないんです、だからつまりロッキード事件の時って、今は亡き会社の幹部と裁判してたようなもんなんですね。そうです、ええ、まあ今は、まあロッキードがグラマンを買い取って、じゃあダグラスグラマン事件もありましたけど、じゃあもしかしてロッキード事件とか、グラマン事件とか、潰れそうなちっちゃい販売力の弱いところが金でなんとか乗り込もうとしたっていう話なの？いや当時はでかかったですよ。あ、そうっすか、うん、でもボーイング比べればちっちゃいんでしょ。まあそれはそうですね。で何しろボーイングは30年間の大ベストセラーを持ってるわけですよ。あなた例えばね、ジャンボ、なんていうか、ホンダで言えば株みたいなもんで、そうですね、なんていうのかな、株のね、
本なんかには書いてあるんですけれども、もういかなるいい飛行機を、うん、あ飛行機じゃない、いかなるいいバイクをホンダが開発しても、うん、もう絶対に費用対効果として株に勝てないんですって、うん、どうしてかって言ったらとっくに研究費の焼却が終わってて、どんなに安い研究費でやったとしても株を生産し続けた方が割が良くなっちゃうっていうことだから、うん、もうああいう開発はもう株以上に、うん、株がだってあといい素晴らしいバイクですから、っていうことでジャンボも30年のベストセラー、で設計自身はというか、はい、外観自身は1回しか変わってないんですよ。この、まあ、皆さんもこれを見てる方ですから、メカ関係お詳しいとかメカ関係に興味のある方が多いと思うんですけれども、はい、技術の世界で30年持つって言ったら大変なことですよね、うん、株もジャンボもすごいんです ね。要するにジャンボはあれ売り出した時80億円とか100億円なんですね、1機。はいはい、それがこう年間何機ペース、はい、十数機ペースで30年売れたら一体いくら儲かるかって話ですね。なるほどね、飛行機産業はお金動くんですね。動きますよ。いやそれからったらね、田中角栄に払った5億円なんて安いもんですよね。いやもうね、話すみたいなもんですよ。 お小遣いみたいなもんですよね、手付金みたいな、うん、またこうなんていうのね、もらっちゃう方もらっちゃう方だと思うけどまあ、ちなみにじゃあそろそろ、最後の方なんでね、はい、一つつまらないギャグを言わせていただくとすると、私当時子供の時にロッキード事件のニュース、もう竹縄だったわけですよ。なんていうか、それでロッキード裁判で、まあ、当時すごくやってて、はい、テレビで丸紅の汚職事件とか、うん、ロッキードの汚職事件っていうと、ああそういうレストランがあるのかっていうね発音が汚職事件と同じなんですよね。あ全く同じなんです、汚職事件。あ汚職事件ね、そう食べる汚職事件よ、うん、だから汚職事件、汚れてる方の汚職事件と、うん、食べる方の汚職事件って、うん、全く発音同じだから、うん、子供はそう勘違いしても何ら文句は言えないですね。もう一つ言うと、海水浴場っていうのは海水のお風呂のことだと思ってましたからね。あ海水の浴場ね。なるほどね、うん、海水、まあ、おかしくはないけど大人になって聞くとおかしいというね、うん、まあそういう話で、日も、だいぶ陰ってまいりましたので、なんか日がねだいぶ短くなりましたよ ね。あと子供たちの数もだいぶ減ってきましたね。もうさっきから話してる時にもうボールは転がるわ、犬は通過するわ、もう大変賑やかな、二度ほどね、子供がやってた三角ベースのボールがカメラにぶつかりそうになりましたね、うん、ちょっとヒヤッとしましたね。あれはもうぶつかった瞬間ね、もう私萌えドラゴンに変身する予定だったんですけれども残念ながら残念というか幸い弾はぶつからず、はい、犬ぐらいがね通過していくぐらいで済んだんですけれども、はい、なかなか外での録音というのもなかなか楽しいもんですね。ちょっと寒くなってきましたね。あそれはあなたが上着着てないからよ、はい、ただこの上をいっぱい飛行機が通るというのは誤算でした。次からは上に飛行機が通らないところで、青山さん気が散らないところでね、そうですね、やりたいと思います。プロフィジェットは日本だとどこら辺ですかね。でもまあせっかくだから、もし、はい、せっかくだから羽田空港をバックにちょっと話とかするのも面白いですよね。あ、いいですね。羽田だとね、飛行機ね、面白いね、ないんですよ。羽田はない。成田もいない。どこ行けば、横田ですか？あ、やっぱ横田ですかね。あだからもう時効だと思うんで言いますけども、はい、私高校生の時に横田の、まあ、横田のカーニバル、まあ近所だったんでね、横田のカーニバルに行って、で飛行機乗せてくれるわけですよ、コックピットに。で、そこで、ね、コックピットにあった航空地図ギってきたんですけど、ちょっといただきって言って、別に後追っかけられることもなく、いや必要であればうちにあるチャート少しお貸ししますが、いりません、別に私飛行機乗りませんのでもうそれはもう20年前の悪事になりますので、今のうちに白状しておきます。 あれ有効期限があってもう特に切れてますから、はい、じゃあ切れてるのを置いといたんだ。多分そうですね。なんかねもう今度じゃあ航空祭とかね、ちょっと取材とかしてみたいよね。いいですね。なんていうか青山さんのね横で、あ解説入りでブルーインパルスをこうビデオで撮るとかっていうのどう？
いいですけど難しいですよ。何がです？あのブルーインパルスの撮影は。え？ブルーインパルスの撮影は難しいですよ。あ、そうですか。じゃあええ、うまい人に頼みましょう。うん、そうですね。カメラのね、性能的にね、うん、あのブルーインパルスの演技っていうのはだから撮るのに向いてないんですよ。それはね、青山さん、はい、あの接近してプロのように撮ろうというからであって、ええ、うんと引いたやつで撮ればいいんですよ。うんと引いたやつ。あ、いや、それはそうなんですけどね、はい、キューピッドアローとか、ええ、花が咲くやつとか、ええ、そのブルーインパルスのうまく撮れませんでしたら、うまく撮れませんでしたでいいじゃないですか。あ、そうですね、あのいや、うまく撮れませんでした、次回こそはって言って、また次回も下手なんですけどね。あと、なんていうのかな、基地祭だと、あの近くでね、飛行機とか、あ、そうですね、こう2人でコックピット座って、これがなんとかでってやってるうちに、後ろの手から早くしてとか言われてるのも面白いなという。ああ、あと、まあ横田のカーニバルなんかも、ええ、なんていうか、もう向こうアメリカのね、兵士さんもお祭りだから、ええ、ものすごい変なことやるのよ、ええ、あのボールを当ててボーンと的に当たると、反対側にいる兵士さんが水着で待っててボーンって落ちるとかなんていうんですか、見たことないですね。こう板がね、あってね、こう動くのよ。で、板の片方にバーンって的にボールを当てると、ええ、板がバーンと動いて、うん、そこのいる若者がボチャンって水に落ちるっていうそういう出し物とか。ああ、僕はそれでも食い物系はね、基本ね、あんま美味しくないね。いや、でもあれは僕は結構好きなんですけどね。あ、そうですか、うん、まあバーガーキングとかあるし。いや、横田はマクドナルドじゃありませんでしたけど、バーガーキングは沖縄だと思うんですけど。いや、あのバーガーキングはあった、あ、ただ20年前の話だから。ああ、なるほどね、うん、私高校生の時の話だからさ、ええ、もう高校生で20年前の話よ、やだよ奥さんって感じまあ本当に日も陰ってまいりましたし、はい、なんかちょっと取材行きたいですよね、飛行機ね、うん、許可もらって所沢航空公園行って、当てた、お尻が痛い、許可もらって所沢航空公園っていうのもなかなかいいと思うんですけれども、ね、YS11 しかないですよ。え、いいじゃないですか、 YS11 いくらでも語れます。いや、あれは見るだけですよ。いいじゃないですか、乗るの年に1回だ。あ、まうん、乗らなくていいじゃないですか、あ、見るだけで、うん、でも、いや、乗りたいって言うだろうなと思って。いや、別に言いませんよ、私はもうあれ順法精神法を守る正義の何ですか。年に1回乗れるんですよ。あ、そうなんですか。はい、その日狙っていけば。じゃあさ、所沢航空公園って YS しかないの？いや、もともと航空基地だったのかしら。もともとそうです。でもさ、よく考えたらさ、これ立川、私住んでるの立川なんだし、ええ、立川飛行場になんとか入れないの？あそこ飛行機なんか開発してないんですか？いや、あそこはヘリかなんかがいますからね。ですよね、うん、運がいいと乗っけてくれますよ。だよね、うん、なんかちょっとせっかくこれビデオがうまく撮れてたら、ええ、取材とかね、いろいろしてみたいですよね、ええ、うまい下手は置いといてさ、うん、とりあえず取材に行って人がいっぱいいます、はい、ブルーインパルスが始まります的な、うん、でお土産にブルーインパルスの帽子買ってきましたみたいな、あ、そういうのでいいんです。でも、いや、私ね、ブルーインパルスのホームページ見たんですけど、はい、いや、みんなイケメンですね。いや、だってね、ブルーインパルスっていうのはもう航空自衛隊の広告塔ですから、イケメン選ぶんだ。選ぶんです。あ、やっぱそれもあるの？写真が載ってるんだよね、全員の。で、かっこいいんですよ、あんまへちゃむくれとかいなくて。でも、もっと言うと絶対顔で選んでないはずの、うん、例えば箱根駅伝の選手、うん、箱根駅伝は我が家の全員で家族全員で見るっていう不分率があるんですけれども、で、もうタスキリレーを渡されるたびに私と母親で、まあ次もイケメン、次もイケメン、もうスポーツマンって今イケメンしかいないの？みたいな、へちゃむくれはどこに消えたの？みたいな、そういう感じなんですけどね。いや、ブルーインパルスはね、イケメンおじさまびっくりしましたよ。一番偉くて2佐なんですね、航空2佐。ああ、でも1佐はいませんでした。まあ1佐はいないでしょうね、2佐まで。2佐って飛ばせてくれますか？だって隊長2佐だったよ。あ、でも隊、うん、要するに1佐ですと基地司令になっちゃうんですよ、うん、ああなるほどね。だからもうものすごい偉いですね。で、2佐、隊長は2佐でした。だから隊長、そうですね、飛行実験隊かなんかの隊長ということになるんでしょうね。
なるほどなるほど。いや実はねブルーインパルスってまだ見たことなくて、ええ、ちょっと一度ね、ええ、見てみたいなというふうに思っているので、ちょっとまあ基地祭とかあったら、ええ、ちょっと行ってみたいですよね。一応私自身はブルーインパルス、ブルーエンジェルス、はい、とサンダーバーズ3つとも見ましたので、比較できますのでいくらでもします。あそうですか、はい、解説付きでね、ええ、で解説はちゃんとしてるんだけど全然画像が追えてないっていうのでもおかしいじゃないですか。いや笑いが取れる。まあうん、うん、もうねプロじゃないんだからさ私たちね。いやですね、ブルーインパルスの演技っていうのは飛行高度が高いんですよ。はいはいはい。だから迫力はないんです実は。あそうなんだ。すごくうまいんだけど迫力はない。あじゃあ点が動いてる、点が5つ動いてますみたいな。そうそうそう。だから非常に有名な東京オリンピックの五輪の輪ですね、ええ、あんな感じなんですね。あでもハートでさ矢がピーッと刺さる、あれとかね、ちょっと見たいです。だからあれなんかもう技術的にはものすごいんですけれど、はい、なんかふわーっと飛んでるだけじゃないかという感じではありますね。あまあ技術的にはすごい高度なことを当然やってるわけですよね。ただ私たち飛ばせないからわかんないっていうだけで。まあそういうわけでですね、はい、長々、お付き合い、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。なんていうんですかね、前回のね、雑談混じりのやつの方がはるかに評判がいつもより良かったので、もう喋ったことを本にしようなどというケチな了見はほぼ捨てて、なんていうんですかね、今後はダラダラと飛行機談義を、まあ飛行機好きの方がやっぱりいっぱいいらっしゃるっていうことが分かって大変前回心強く感じましたの で、はい、じゃあ青山さんは頑張ってね飛行機野郎の、はい、ね星になるべく、うん、初日の出になるべく頑張りましょうということで、はい、次回第5回、コンコルダなぜ消えたのかでやった話が多分完結すると思いますので しないしないの。あ、しばさん、させてください。あ、わかりました。だってもう、なんていうの、もう、コンコルドの機能なんかについては、もう第1回ですっかり喋ってるわけだし。だってエリアルールの話とかさしたいじゃないですか。エリアルールって何ですか？いや、その超音速を出すための条件があるんですよ。はい、ああ、それは面白いですね。うん、じゃあそのあたりも、じゃあ次か、その次あたりで完結っていうことで、ええ、まあだいぶ日も陰ってまいりました。はい、なかなか外での、ね、中継というのはオツなので、ね、いいですね。飛行機もよく飛びますし、もうはい、もう飛行機に反応するのはやめて、飛行機に反応 してばっかりのだからブルーインパルス取材行くとか羽田に行くとかそういうことしてね。いやだ羽田はちょっと何ですか、だから羽田の機体はもう要するに旅客機も、ね、何度も繰り返しますけど、はい、形同じでつまんないんですよ。なるほどね、うん、全部軽トラ見えるわけだ。そう、うん、そうです、そうです、本当に軽トラと同じ。飛行機好き的にはムラムラしないっていう。しなくはないんですよね。ああやっぱするんだ、少しは、はい、少しは、はい、まあ、そういうわけで、日もかけてまいりましたので、はい、結構楽しくね、2時間近くお話ししたわけですけれども、はい、じゃあぜひ次回、第5回コンコルドはなぜ消えたのかというお話をですね、またいずれしたいと思います。どうも皆さん今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。